はい、ということでスパイランブルをやっていきます。はい、一緒にやるのはおーい、そいよそいよ、一緒にやるのはダン、アーケンとその友達と一緒にやります。お願いします。アーケンでーす。なんか言えよ、なんか言えよ、出来横なんか出来横言えよ、なんか、あー、あ、あ、そうか、アーケンさんの友達って俺も含まれてたりするのかな。多分いや、僕、デキさん友達じゃないからな。よっしゃー、なんでよ。どういうこと。エージェント諸君、オペレーション C が発令された。なお、敵国スパイの存在には留意されたし、健闘を祈る。え、待って、なんか俺ショップ、待って、俺バグった。ショップを開くが一生出てる俺。で、俺バグップか。やべえ、このマップわかんないよ。もういきなりやめろよ。おい、早えな、誰だこれ停電させたやつ。ショップを開く。あ、え、なんかだるすぎ、だるすぎ、だるすぎ。これ絶対ミス、誰かミスったべ、これ。これミスる人、これアーケンさんとか。アーケン、マジか、アーケンさんでしょ。エルスカとかアーケンじゃね。違う違う、誰、マジで。いやいや、誰とかじゃなくて、考察としての事実を。そう、今のこの、マジで誰。パン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 、なんすか。あ、なんか死ぬ気がする。ありそうだな、ガチでありそうだな。ガチアーケンだとアーケン殺そうぜ。アーケン、アーケンさん、アーケン殺そうって言ってたから声をかけてみたけど、アーケンは死んだのかな。なんかアーケンの歌声のようなものが聞こえてたような気もするけど、絶対押しミスしたよな、誰か。E でインタラクトするゲームってなんだ、デキさん。ん、E ボタンでインタラクトするゲームをやってるやつが、俺停電、うん、間違えて押したと思うんだよ。確かに。バロラントって E だっけ。 E? バロって、いや、バロわかんねえな。アークは F なんだよね。あーあ、あいつじゃね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 、ショットガン買うわ。友達じゃねえしな、友達じゃねえし殺すか、友達じゃねえし殺すか、それ 友達じゃねえし殺すか、殺しこそ、お前。オッケー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 、友達じゃねえもんだって、うん、言ってんだろうな、あの女の子。ワンタン。さて、いや、ちょっとここで皆さんに一つ質問させてください。ああ、皆さん最近やってるゲームなんですか。流行ってるゲーム、ちょっと。一人じゃなくない？え？一人足りないよ。ヘルスカが吹雪に乗れた。いや、本当だ。あのさ、ヘルスカさ、死んですらいなくない？いない。いない。いないね。え、なんか消滅してない。え、なんか消滅させられた。おい、誰だヘルスカ君。アケさん、もしかしてヘルスカ君友達じゃなかった？ああ、さっきの。友達じゃないやつ。さっきのアイサイトで。アケさんはヘルスカと友達じゃないから、ここに入れなかったってこと？ああ、なるほど。なるほどね。アケさん、えげつな。やば。とんでもねえ。SCP みたいなね。魔女だな、魔女。魔女狩り？魔女裁判じゃん、これ。いや、これやっぱアケさん、釣るべきかな、デキさん。いやいやいや、スキップだって。ますよ、何やってんだよ。ちなみに僕はコイン全額使っちゃいました。うん、トランシーバーとショットガンで。なるほど。まあでも、あれなんですよ。最初にみんなにちょっとどのゲームやったのか聞いたのがちょっと気になってて、多分インタラクトキーと間違えて、E ボタンを押してる。そうなんですよ。そうなんですよ。インタラクトするゲームやってるやつが真犯人なんですよ、これ。アーケンさん、いや、だるアーケンさん、だるいとかじゃなくて、そう、感情論じゃなくて、ガチな推理だから。バロランさん、待って待って、いや、アーケンさんでも最近エイペックスハマってるとか言ってなかった？あれ、やったよ、あれ、武器拾いはやったよね。いいキーですか。マジかよ。なるほどね。ないの、1枚。マジか。俺1枚あるよ。あ、じゃあ俺もあるよ。お、まさか、まさか、あら、エイペックスメタでアーケンさん釣られる。あー、めんどくさい。アケさん、これ友達の所業じゃないよな、これ、こんなの。確かに。お、追放された。かわいそう、マジで、うん、かわいそうなことしたと思うわ。作ってやれなかった。え、でもヘルスカ上にいるぞ、画面の上ヘルスカって映ってる。え、お、おー、ギギ出来横で草。出来横、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 
オッケーオッケー、待って、いるいるいる。俺武器ない。クソ逃した。通り通り。敵横、敵横、敵横、敵横。敵横？敵横が黒。本当に出てくんじゃん。本当やん、本当やん。で、敵横死んだ？敵横まだいる、まだいる。待って、いる？コイン集めないとトランシーバー買えないから。クさん。敵横人狼だからトランシーバー買って、敵横人狼だからトランシーバー買って。ヒルスカいたよ。ヒルスカいたよ。いたよ。なんか言えよ、ヒルスカ。じゃあな。ヒルスカ。じゃあな。うわぁ。デキさん人狼？お前もだ。え？クザクシロだな。デキオコやった、デキオコやった俺。やった？言われた通り買いました。うわー死んでる。終わりや。やっぱデキさんか。じゃあな、デキオコ。あーあヒルスカーの最後見れてよかったよ。ヒルスカーはどこに行ったんだ。ヒルスカーはいた。ヒルスカーいたの。いや、俺らまんまと騙されたわけだな、デキオコは。デキオコオールキル。あ、なんか俺も一人。あ、そっか、ヘルスカー。あ、ヘルスカーを殺したから。で、せっかく 7タスク完了してたけど。出た。あ、ディディ、ディディ、音やばい。ディディ、音やばい。だからね、あの、ディディが近くに来るとヘリコプターみたいなのに、おーとかとかして、なんで、そうか、お前が違う。気づくわ。一歩目入れる意味ないよ。もう一回目入れたわね。透明意味ない。だってお前近くに来るとボーとかって言うから意味ない。ダメ。やばい。毎回ミュートするって手もある。あ、それだな。それで行こう。敵国スパイの存在には留意されたし、健闘を祈る。いつかいるかな。おわぁ、動いてる動いてる。できるようになったねえわ。さっきもね、わけわからんバグ、わけわからんバグに閉じ込められた。うん、よし。なんだこいつ。デキオコさん、やめましょう。やめましょう。やめましょう。マスクがめ普通に騒がしいな、なんか。さて、俺はショットガン買うよ。うわ、マジで。あ、じゃあ、こんにちは。やあ。やあ。元気かい？いやあ、ちょっともう今日眠い。なんか。うわっ、ベロン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 。あ、止め。止め、やれ。よし。さっきからこのゲームおもんないって、マジで。ぶっ殺したで。怪しいと思ったし。何が起きた？怪しい。怪しい、怪しいか。あ、アクサ死んでる。あ、顔面奪ってるよ。え、何があったの？何があったの？ん？無惨の通り魔がいた。あ、通り魔がいたんだ。よし、しゃあねえな。あ？なるほど。バーン。あ、給油するか。今さ、え、待って待って待って、あ、今ナイフの落とした、ナイフの落とした、ナイフの落とした。あ、上でナイフの落とした。上のナイフはなと上にナイフの、あ、ディディレビューか。え、なんかさ、2人、あ、カルクン死んでる、カルクン死んでる、死んでる、死んでる、カルクン死んでる。で、スカしか多分ヘルスカ。待って。あー、うん。いや、ベノムは黒、これ。あ、はいはいはい。ニーは事故。もうしょうがなかった。あ、ヘルスカ死んでるよ。え、少なくない？にしても少なくない？人の数。多分、デキオコさんかな、じゃあ。え、ヘルスカ死んでんじゃん。さっきのナイフか。デキオコじゃね？多分。
出来横じゃない？待ってね。出来横殺し行こう。そこいた、そこいた、そこいた。出来横違うの？どこ？うわー！ライフ持ってた！来たな、キラーが。キラーが。いやもう俺、いやもう気づいたんだけど間に合わねえよこれ。気づいたところで。さっきから初動詞ってマジで思んない。まあ、まあ、しょうがない。それあれと一緒だよ、アーケンさん。あの、手書きがバロランドで木抜きされたって言って騒いでるのと一緒で、それ抜かれてる。いや、マジで思んないもん。木抜きほんと思んないとかって言うのと一緒。木抜きは思んないだろ、普通に。適正エージェントの妨害を行いつつ、一人残らず始末せよ。あれ、ディディっているあ、いたいたいた。アーケンさんがいない。あ、イニさん、イニさん、イニさん。ふぅ。あ、どうも。あの、コップに虫が入ってたんで水汲み直してきました。虫ですか？ゴキブリですか？いや、あの、普通になんかちっちゃいコバエみたいなのが飛んでて。あ、コバエがホイホイですか？そうそう。強すぎる、ここ。な、なになになに？おい。マジで、分かったのに。あー、もんな、マジで本当にイライラするわ。カエルさん。はい。いやうん、ヘルスか。カエルさん、ここ死んだ。カエルさん、死んだ。待って、死体消えてる。ここにいる人たち知らないか、クンさんではないっぽいんだよな、パッと見。何が？え、アーケンさんを殺したの。アーケンさんもう死んだの。え、アーケンさんじゃないのこれ。え、なんか、え、見えない。これ俺にしか見えないのか。え、ちょ聞いてみよう。実はアーケンさん生きてて、この下に偽物かもしんねえ。これよくあるトリックだな。いや、まさかのそんなトリック使うやついるか。あ、アーケンさん死んでる。あ、ディディカエルも死んでる。ディディも死んでる。ディディも死んでる。で、下降りてったぞ。バルコニーから。ほうほうほう。バルコニー？カエルさんの死体見たような気がする。バルコニーみたいなところ、なんだっけあれ、なんていうの？違うところ。一体も死体見てないかも。俺はアーケンだけ見た。うん。てか、なんかクンさん一アーケンさんの死体のことを照らしてた。あ、そうなの？ん？通ってたの？多分アーケンさんのことを認知してない。あ、でも多分クンさんではないんですよ。その奥にヘルスカーベノムさんとかもいて、クンさん殺したら多分バレてるかなって思ってて。あ、そうだね。ベノムさんは、ね、どこ、どこにいたの？バルコニー。自分がアーケードの下にいたのは倉庫です。まあまあ、いいはいはい。まあ、あんまそこ突き詰めても意味なさそう。はい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 。うん。で、まあ、他二人が死んでて、これ、今回も。いやまあ今回も第三陣営になろうとしてるけどね、失って、いや、あと4つしか、4つ貯めなきゃいけないから、多分俺は無理です。なんかヘルスカじゃなさ、ヘルスカくんじゃなさそうな感じはするけどな。ほうほうほう。俺は何もわかりません。できれば入れたいけどな、多分。いやー、どうだろうな、自分目線、なんかベノムヘルスカそっち方面行ってたんじゃないかな、ぐらいだけど、その消去法で、消去法で全員のを言うと、出来よくお前だ。全員のアリバイを取り合ったのを考えるとお前だ。いや冷静に考えろ。アーケンに関しては、まあ、ヘルスカー君が黙ってるぐらいしかないぐらい。まあいいけど、まあ確かにね。ちなみに僕は金ないのにトランシーバー買って、ここに入れました。俺も金ないんだよ。僕は投票申請入れれません。俺金使いたくない。入れません。金持ってる人いる？金は何だったのこれ、これ何だったんだ、意味ねえだろこれ。何の会議だったんだ。
いやもう見たやつ全員殺すぐらいの気持ちでいかないとダメだなこれ。何の会議だったんだよマジで。あれクンさん声する意味ないだろ。貴様名を名乗れ。出来よこ出来よこ出来よこ何やつだ出来よこ。殺してこない嘘でしょ。いやーわかんねー。え、なんでこんな、なにこの達人の間合い。なんで誰も 人を殺さないんだ。え、確実にもう人殺しの群れなんだけど。誰だ。ガチわからん。全員来てる、全員来てる。エルスカは？エルスカの声も聞こえた今。タスク回してえけど、なんか回してる間に死にそうで嫌だな。逆にもう犯罪者同士のこのパワーバランスによって均衡が取れてるような状態今は。例えるなら。あ、まだ俺変えてねえんだよな。ヤクザの構想かこれは。危険だぞ。全員いる全員いる全員いるっていうか。え、ちょっと待って、誰？あの DD の死体はね、あの下のあれ。え、全員の死体。ハーケンカエル D が殺し合った。え、そう。ああ、いや、確かに人狼が1死んでる可能性はあるかも。確かに。可能性。なんでこんなにこれ、え、なんで停電みたいになる。ああ、なるほど。確かになんかもう人狼が1溶けてるっていう可能性の方が高いかも、ここまで来たら。このマップって意外と芝居呼ばね、トランシーバー呼ばね。呼べる呼べる呼べる。死体は出ておらず、うん、いや、給油回数も、いや、人数が少ないか、人数が少ないか、給油回数もいかない、多分これ。僕さっき給油したけど、ね、俺も2枚だけ。もう俺自衛でショットガン買ったから3枚あるって感じ、はい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 、今手元に自分2枚ありますね、今。だから投票はできる、1枚ある。いやまあでも誰に入れるかだよね。で、ディーディの死体はあの1階のところにあった感じだ、ね、なんか物買う場所にあった。うん、ほう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 。別になんか、じゃカエル君がよくわかんない。まだ見てない。アーケンさんの死体も俺は見てない。誰か知ってる。え、ヘルスカ、カエル君どこで見たって言ったの、うん、いや、なんか見たような気がするけど、もう見たらなんか消えた。消されてる可能性ある。消されてる可能性はあるよね。確かに見当たんないもんな。ないようにしたいね。まあ、なんかあんま意識して探してないからなんかわかんないけど、別にそこを追ってもしょうがないから。カエル君と最後誰か一緒にいたっていう情報があるんだったら意味あるけど、そこを言ってもなんかあんま意味はない。散々時間経ってるよね。まあ誰釣りたいかだよな。アーケンがディーディをやりました。カエルが村でした。え、か、ん？いや、アーケンがカエルをやって消してアーケンとディーディが相打ちになったみたいなケースってあるの？いや、死体の位置的にアーケンさん倉庫で相打ちは多分ない。で、アーケンさん先に死んでました。で、どうする？どうか、まあ、そっち方面に行ってた人が、まあ、自分目線にベノベルスカなのかなぐらいなもんだから、自分は知ってる情報そんぐらい。まあでもデキさんも一応そっち方面に行っ、まあ、ちゃいたけど、クンヘルスカは DD 殺しに関与できないとは思うんだよね、時間的に。いや、ベノベヘルスカってあのイニン俺がすれ違った後にいた見かけたやつでしょ多分。そうそうそう、そのクンさん、アケンさんの死体の横通った時どんな感じだったのかなって。ごめん、アーケンさんの死体の場所俺まだ知らないから何とも言えないかも。そうこそうこ、そうこってベノムヘルスカの分かりで倉庫通ったの。そう、ちなみに俺はあー、いや、アーケンの死体ね、最初俺とヘルスカがそのなんか買い、はい、かなんか買い物付近のところにいて、でベノムがそれこそ倉庫のところから来て、はい、で、俺がベノムとすれ違って、はい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 、で、その後イニンとすれ違ったって感じだから、そのベノムとケルスカが決着…あー、皆さんその時死体はあった？ちょっと待って、これ俺はね、それ気づかなかった。振り返ったらあった感じ。どうすんの？全員入れないとまずいよ。はいはいはい、はい、入れるわ。ダメだ、わかんねえ。いや、ベノム…あ、誰も成功されてない、マジか。え、いいんじゃない？俺2票入ってたくない今。なんか2票入ったけど、2票入ったけど通報されなかったから2票…まあ、よくわからんな。よくわからん、別に人狼、非人狼証明にも何にもならない。俺はデキオコを殺すか、もう。確かに給油無理だな。考えろ。とりあえず給油しますか？いやー、多分無理だと思うぞ。人数が少ない。
え、なんかさ、20度にしてはなんか何も起きなすぎじゃん。だって一人一人殺せばいいんでしょ、これ。何が起きたんだ、これ。まあそうではあるけど、何が起きたのかよくわからない。え、怒…え、殺さないの。え、なんか二人度生きてるような雰囲気がないんだよな、今。うーん、なるほどね。そう、そっち相打ちにされたんじゃない。うーん、おー、びっくりした。わかんないけど、カエルと誰かが、カエルとアーケン、リーディー、どっちかが戦って、うおー、ヘルスか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 、よし、うおー、ヘルスか組んだったのが俺だ。ナイス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 、よかったんだよな。ナイスナイス、フィンランドウィン、フィンランドウィン。いや、実は掃除した、俺が。なるほど、ヘルスか殺したやつを俺が掃除した。そうそうそう。いや、アーケンの死体に気づかなかった、そもそも。いや、俺もアーケンの死体は見て、いや、分かんなかった、俺も。誰も気づいてない。いや、アーケンさん、なんか、死ぬ場所が悪いかもしんない、アーケンさん。いやいや、でも別にあそこは明るくない？また、目抜きされた、アーケンさん。やめていいですか、これ。アーケン、激ない。適正エージェントの妨害を行いつつ、一人残らず始末せよ。いたなぁ。アーケンさん、守る。アケンさん守るって言ってるけど、守るってやつがなんか殺人犯だったら終わりなんだよな、もう。すぐ近くにいたはずなのに、なんか全く気づかなかったからな。なるほど。死ぬ位置が良くないね。意識してないんだろうな。この辺で死んだらヤバそうだなみたいなの。でも倉庫で死ぬの別に良くない。いや、角だった、めちゃくちゃ。黒いな、みんな服が。服が黒い。もうここだけで黒2人いる。あ、3人いる。黒い。全員服が黒い。明るい服着ないと。雪山なんだから、明るい服着ないと死ぬぞ。ピヨピヨピヨ。あ？沼りすぎた、マジで。今回も無理かもしれん、俺。この緊迫した空気、たまらないぜ。どうしたヘルスか？あ、見守ってますよ。どうしないしないよ。ありがとう。プッシュプッシュプッシュ。ほう、クンさん、ショップによるが給油なしか。ちょ、聞いてみよう。クンさん、武器何持ってます？武器何も持ってないよ、俺。あれしてる、RTA してる。リリーさん、これクンさんだな。ショップ寄って何にも持ってないわ。ロケランかな。ロケラン警戒したいな、これは。あら、殺人鬼のやつ使われてる。あと3枚。何か？あと3枚で俺は覚醒する。いや、普通に生かしちゃおけねえでしょ、あと3枚で覚醒する。ダメでしょ、生かしちゃおけねえ。いや、村のためにつくよ、俺。じゃあ、わかったよ。え、でもみんな可能性あるじゃん、そんなこと言ったら。確かに。全員に可能性がある。あれ、俺、タスク、なんかこれマップにタスク移んなくなったの、普通に終わって。あ、待って、イニいた。イニ何で？ん？何？いや、あのね、くんさんが、ショップ寄ったタイミングで給油ゲージ増えてないんだけど、く、うん、さん武器持ってないっていう仕様してたんですよ。あー、外した、外した。俺がスパイだよ、ふざけんな、ガチで。うわー、くそ。あ、いけば、あ、ベノム殺した？殺した。殺したな。
あれ？あと誰だ？え？アーケンさん？待って、クーさん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 、あの、クションも、よっしゃ！アーケンさん、最後の一人になっちゃった。アーケンの楽しいスパイラー。残れたじゃん、よかったじゃん。アーケンさん、確かに生き残れました。もう、やっぱりクーさんは初動で殺すべきだな。なんで別に俺今回何もしないからだよ、別に。いや、なんか鼻についたら殺すべきだなって。鼻についたら鼻についたら。おい、アーケー、アーケー、お前もこのゲーム楽しめると思うな、アーケー。適正エージェントの妨害を行いつつ、一人残らず始末せよ。さて、いいか。殺すし。ここ、透明レーダーがいる。ヘルスカさん？キモすぎます。やばい、やばい、マジか、逃げ逃げ。クーさんだよ、みんな間に合わない、これ。みんな金を使うんじゃねえ。金を使うな、ベロンさん、金使わないで、マジで。なんで、なんで、え、頼む、頼む、頼む。俺今、はい、デキオクさん、デキオクさん、あの、ユウの遅いっす、ショットガン撃たれました。助けてくれー、クーさんが人殺してた。え、なに、だから何、だから何、だから何、誰か、誰かコインを使ってくれ、投票申請してくれ。デキオクさん、タイミングが、デキオクさん、タイミングがクソ悪いっす。俺、ショットガン買ったタイミングで。あ、俺コイン2枚持ってるけど、やってあげよっか、投票申請。お願いします。え、1枚誰か入れれない？まだ何？早くね、殺す。今回、デキオコさん、ノーマネーで、ノーマネーでフィニッシュです。ユウの遅いっていうか、あそこまで行くのに時間かかりすぎて無理だった。誰か、誰かコイン持ってないの？俺はない。俺、ちょうどショットガン買ったタイミングで。おい、なんで誰も持ってねえんだよ。タルクも、何かしてタイミングが悪すぎる。早すぎて。1枚入れて、1枚入れて、1枚入れて。で、俺も入れて。ポポポポポポ。よかった。よかった。あー、そういうこと、そういうことなの？よしよし。よかった。デキオコさんのタイミング悪いよ。ちょうど見て、ほら、ショットガン買ったタイミングで。これ殺される、こいつ、次の発射殺人鬼こいつだ。え、なになになに、怖い、あれと、じゃない。次の殺人鬼はこいつだ。デキオコどうしたの、あいつ。わかんない。え、でも待って、マジでそうじゃない。だって、ビービーカエルさんに入れるメリットなくない？普通に考えて。いや、もうベロムさんやん、こんなんだって。じゃあ1円貯めて殺そう。え、これ死に、死体多すぎだろ。めちゃくちゃここで殺しますよ。おい、これさ、スナイパー勝手に見らせようぜ、敵横。いや、マジか。え、そんな壮大な身内切りするか、今。必要ないんだって。でも殺すしかないんだよ、ベノムさんを今。今俺が殺人鬼になるしかないんだよ、俺。ダークサイドに落ちるしかない。闇に染まるしかない、俺は。猿どもめ。闇に染まるしかねえ。どこ行った、ドクターベノム。いや、でもテックいな。うわ、やっぱこいつは新規じゃねえか。えやべえ、あと一発だ。殺す、いるんだろこの辺に。くそ、新規じゃねえか。大暴れしてるよ。あら、ここで死んでたのか。エルスカも死んでたの、なるほど。なんかイリさん死んでたのは、どれです。いや、無理だ。誰か助けて。助けて。助けて。死んでる。え、カエルさん、お金何枚ある？お金、不合です。やったー。いや、もうタイミング悪いってマジで。全部目撃してるんかい、ネキさんが。殺人鬼どもが。金ないってマジで。
やっぱりクンさんは殺すべきなんだって最初に。いやだからさ、アッケさん、アッケさん、またアッケさん初動で死にたいの？俺アッケさん殺しに行くよ。俺それを殺さざるを得ない。ハーケンさん、やっぱり敵国スパイの存在には留意されたし、健闘を祈る。さんが拍手しすぎたな。あー、これアーケンだわ。これアーケン、これアーケン、これはアーケンです。これはアーケンです。はい、はい、はい、いいです、はい、いいです。誰だ今の。ついてなる。誰だ誰だ誰今の。え、誰今の。誰だ今の。敵さんか。え、これ開けたタイミングでショップ行ってるやつ、人狼です。天才だ、天才だ。あんたがナンバーワンだ。やばいって、マジでここ終わるって。ここ全員村だったら終わりやって。これ全員村だったら終わり。これやばい。おい、この女、てめえ、おい、待て、こら。おい、女、おい、戦うか、お前。プライドかけてバトルするか、お前。うぃ、遅い。いやもう。あっ。ほら、俺の術式についてこれね、お前は。あった。これ、アゲさん死んだ。ふぅ、始末完了。ヘルスカ、ヘルスカ、ヘルスカ人狼、ヘルスカ人狼、ヘルスカ人狼。ヘルスカも、ヘルスカ殺した、ヘルスカ殺した。ああ、よかった、よかった、よかった。あれ？なんか死んでる。あ、銃声。銃声だ。いってらっしゃい、デキオッケージ。変えるやん。てかキラーコイン買われてるくね。マジか。うん、俺が今7枚給油しようとして、よしキラーなれるぞって思ったらなかった。ははー。え、あのロケランで死んでる。待って、ロケランで死んでる、ロケランで死んでる、ロケランで死んでる。ロケランで外で音がして死んでて、外見たらカエルくんがいた。いや、大丈夫、それはもう大丈夫。アゲンさんは、アゲンさんはもう白、アゲンさんは白。え、カエルくんでしょ、多分。何？カエルくんロケラン打ったっしょ。何もしてない。いや、ロケランの音はしたのよ、絶対に。俺、出来横に行ってらっしゃい、出来横刑事って言ったっけ。何もしてない。そうなんしょ。でも、死体は出てない。死体は出てない。出てない、死体は出てない。え、出てないの。え、これヘルスカロケランじゃない。出てない、出てない。あ、違う、ヘルスカは、デキさんで。あ、ならいいよ、ならいい。デルスカくんは何が起きた。いや、それはなんか一緒にクンさんとなんか遊んでたら、うん、後ろからヘルスカが切りかかってきて、うわーって言いながら逃げたらヘルスカのこと殺してくれたっていう。なるほどね。これ見てる。これアーケンさん白。あのロケランの音のところにヘルスカの死体があって、それでカエル君近くにいたからカエル君だと思った。まあアーケンさんは切りかかられた側で白なんだ。はいはいはい。白っぽいね。そうそうそう。うん、めっちゃ全力で逃げた。うわーって思って。まあ、ルクさんを犠牲にして切れたの。ロケランのヘルスカを撃ったのは誰なの？俺。え、できた。あ、できた。できた。ロケランの音は真っ白い。なんだよ、そうあ、風船か。それかも、わかんない。ボーンって音がして、うん、その近くに行った。ね、ショットガンっぽい音は聞こえてやる。確かに銃声はあった。銃声は聞こえた。あ、なんか銃声は聞こえた。ほうほうほう。それを俺、タスク中で室内だったから勘違いしてたかもしれない。なるほどね。うん、まあスキップでいいんじゃない。まあ、それかアケンさんかディスターがいますよ。キラーはいますよ。でもまあ人狼は今手を削れてるから。もう取られたんでしょ、まあ、あれ。じゃあ一応キラー村4か。候補はあのデキさんは最初ピストル買っててそのヘルスカキルとかしてるから多分キラーコイン最速で買えなくて、うん、一時的に、うん。あ、そうだね。だからまあデキさんキラーないぐらいの情報は落とせるかな。てかデキ横キラーだったら別になんか黒のヘルスカ減らす必要なくない、うん、殺す必要はないね。いや、殺して白取った後にキラー買うこともできる。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、そうなんだ。余裕はないんじゃねって感じするけど、ね、うんうん、まあまあ時間かかった気しなくもないんだよな。うん、わっ、
嫌われてるのか。嫌われてるの？そうらしい。ベノムさん曰く。え、なになんか、やばい、やばい、なんか、謎の魔獣の声がする、こっから。いなくなった。おい、魔獣。天井裏に魔獣いたぞ、ここ。うわっ、数字も数えられないバカがここにいます。さ、この反応がちょっと悪くない？わかる？この、ぐにゅ、ぐにゅ、ぐにゅみたいな。全部これのせいなんだよ。ハル君武器何持ってる？ショットガン。オッケー。うん。じゃベラム D でいいんだ。ん？あ、まあまあまあ、黒一ね。そうそう、黒一というか、まあ。まあスパイ一もそう。そう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 。まあでも一応自分目線はアケンさんもスパイ一一応あるから。敵をこう弾けるぐらい。まあまあそうか、まあ撃たれたんだけどね。いやだからあのあスパイじゃない、なんだっけ、あのキラ、ごめんごめん、キラキラ、ごめん、これは俺がほんまに悪いわ。新品のに変えよう。え、ちょっと待って、呼べそうじゃね、ヘリコプター、ヘリコプティーンに。わあ、武器もあったな。わあ、何なんじゃ俺。うわー、あれスパイいなくね、あれスパイDD、スパイDDガチでよ。おー、あれスパイ殺しちゃったのか。これ DDDD 勝ったことになるの意味わかんない、これで。え、まあ、勝ってる。なんでこれで勝ったの？よくあれで勝てたのな、アーケンと俺がなんかこうバトルしてたんだよね。ハンマーバトルしてた。そうだったんだ。ハンマーバトルヤクンさんを置いてオッパ逃げた。喧嘩になってるずっと。おもちゃじゃねえ、本物のドス持ち込んできたやついるんだ。敵国スパイの存在には留意されたし、健闘を祈る。アケさん、アケさん急いで急いで逃げないと、アケさん殺されちゃうよ、クンさんに。急いで逃げて、アケさん。氷か、氷ネズミ。氷ネズミ誰だろう。いや、氷ネズミにはね、マジであのピストルで距離取る戦法が多分強い。メタバース、メタバース。うわ、これで会話しよう。さて、なんなの、あの、あのカワモンな生物は。アーケさん、やばい、早く逃げないと殺されちゃう。前だって、マジで。キモすぎ、もう、キモすぎ、もう、ほんとに、キモい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 。アーケさん、俺は令和に。おい。おい、その、おい、その銃落とせ、おい。落とせ、お前。全部撃て、お前。弾抜け、全部。銃刀法違反だ、お前。よし。お前、一発残ったな、お前。今、撃ったか、全部。何してんの？よし。お前は白だ。お前は白だ。っていう、こういうわけわかんない場面でも、ハンドガンだったら爆速で買えるんだよな。やっぱ、これ、ハンドガンメタですね、今の。待って。おい、デキョウが生きてるか？デキョウ、待て。おい。どっから撃ってきた、それ、おい。おい。こいつか。すいません。お、待って、お前もそれ弾抜け全部。銃刀法違反だお前。よし、もう一発。オッケー。よし、お前はこれで無罪放免。デキオコさんが銃壁に撃ってましたよ。なんで、リコイルコントロールの練習したのか。上に購入し直すことができる、やっぱピストルなんだよな。リリーなんか変えるんだよ、このチャカ。待って、キラバッチ売れてる？まくってんの？キラバッチない、キラバッチない、キラバッチない。出来横ディディーニンがキラー外れるって感じ。リアル殺人鬼じゃない、これ。おヘルスか、待て、おい、誰君が死んでるような気がする。おい、銃出せ。よし、ショットガンか、お前。あのショットガン空に空砲だ、お前。銃刀法違反。
ん？銃刀法違反だからお前はあのショットガン持つな、お前弾抜け。僕はラーバッチ買われてるらしいよ。フィンランドの料理人だから。うん、料理人はセーフだから。あ、カリウド銃声多くないですか今日そうそう、免許持ってる。あ、じゃあエルサ一緒に一緒にあの銃刀法違反のやつら捕まえに行くぞ。オッケー。あ、はい、でーす。うるさい、うるさい、うるさい、出るんだよ。積んでない。スパイバッチが売れてて、激おこディディには多分ないっす。あの、すげえうるさいです。すげえうるさい。すげえうるさいです。はい。おそらくないです。ファクター止めて。どうだろう。ディディには確証は出せないけど、激おこは 100% スパイない。いや、俺はスパイじゃない。僕は絶対無理です。うん。俺、激おこといたから間に合わない。うるさい、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 ディディ。なんか、やばい音。多分ディディ。いや、俺は、うるさい、軽く、軽く。カエル君、音やばいよ。これ次、なんか、ロキランの音しなかった？してない、してない。ロキランじゃなくて、ハンドガンの、ハンドガンの。銃声の合唱あったよね、一回。結局、なぜか、イニーが、イニーとできたに、ヘルスカも、ショットガン買ったから間に合わないし、俺もショットガン買ってるから間に合わない。てか、できること遊んでたから間に合わない。俺は、俺はピストル3本買いたい。俺が操作線上に浮上しそうだな。うん。まあ、まあ、でも、黒ではなさでしょうねっていう。てか、この会議何の意味があんの？いや、めっちゃ銃声鳴ってたから、いや、めっちゃ銃声鳴ってたから。それ、ディディがみんなに撃たせました。ディディがそう撃たせてた。結局最近なんかもうスナイパーライフル持っと。え？いや、スナイパーライフル所持許可だから、できることいいんだ。ああ、わかりました。どういうことで？何？うるさいの？うるさいの？え、やめてやめてやめて、うるさいの行かないで。これは大丈夫ですか今？あー、大丈夫。大丈夫。何が問題なんだ？さて、トラクターを。で、アーケンさんなんか釣りたい位置とかあるんですか？アーケンさん。やだよ。僕はお金ない。俺もう村でも何でもショットガン、ショットガン買ったらもう突撃しに行くわ、アーケンさんのところに俺。スナイパーライフルまで、スナイパーライフルまで買おうと思ってる。アーケンさん？アーケンさんこれ何枚持ってんの？1枚。うそだ！ 1 枚って何に使ったのアーケンさん。アーケンさん1枚入れてるじゃん。はいよ。アケさんこれ、あ、遅かった。何に使ったの、アケンさん、1枚って。おい、おい。おい。何すか？おい、声出すの、お前。声出したら殺すぞ、お前。アケさん。声めっちゃ出された。アケさん、おい、銃を出せ、銃を出せ、銃を出せ。で、あの、ショットガン。おおおおおちょっと待って、銃と。はいはい。偉い。よし。よし、死んでる音するなって外来たらなんか闇のゲームやるね。こっち以外隠しろってこと？え、ベノムは、ベノムは分からん。金持ちが上から見てるぞ、なんか感染した。え、でもあの、さっきのあの、銃と、銃声とか。感染したな、今。クンさんは普通にナイフ出しましたもん。あ、多分キラーだよ、クンさん。あ、キラーか。うん。あの、多分金の枚数的にクンさんが、俺がね、もう7枚集めた時にはもうなくて、あ、そうなんだ。その直前にクンさんが買ってたから。え、お前もキラーになろうってしてたのか。あ、そうそうそう。おこいつ、おい、取り締まるべきだろ、こいつも。もうなかった。取り締まるべきだろ、ヘルスか、こいつも。一発撃て、ヘルスか、お前。お前の銃で一発撃て、ベロモ。え、なんか、ラグイ、ヘルスか、ラグイ。あのさ、弾重いね、結構、ヘルスかの弾。いやいや、大丈夫、大丈夫。大丈夫か。よし。これで、ベロモ無罪で。あとは、カエル君と、アーケさん。アーケさん殺しに行こう、普通に。クーさんの胸を晴らすぞ、ヘルスか。やっぱクーさんは殺すべきなんだって、やっぱり。そういうこと。そう思うよね、カエル君も。僕もそう思う。うん、やばい！めっちゃ逃げる！ちょっと待って！ちょっと待って、無理だって。オケンさん。アーケンさんを殺害命令出てんだけど。アーケンさん殺害命令了解？なんか、アーケンさんを射殺しようって言った。アーケンさんいない？いない。俺職質しに行くの、職質。あれ、ベノさんどこ行った？あれ、まじ銃声。あ、アーケン、ガチ黒だ。これガチ黒や、アーケン。マジか。ガチや。ちょっと待って。ガチのやつや、これ。デキさんいる。アーケン、いや、違う。ちょやってもらわないと困る。は？え、なに、え、なんで後ろで、え？ガチャガチャ聞こえる。怖っ。カエル君か。
君交流打ちました。ロラしてもらって構いません。僕の HP は削れてます。おっと、アーケンディニーも死んでる。あ、待って、これベノムさん人狼だったら終わりじゃん。ちょっと待って、俺の後ろに走ってたディーディーとヘルスカとデキオコさんが死んだんですよ。いや、ベノムさん、もう平坦三文芝居っす。ベノムさんも人狼なんだろ。え、何ベノムさん、どういうこと？村なら、まあ、俺は目線はカエル君に入れてほしい。カエル君は、氷を僕に打ちました。カエル君目線の話を聞きたいです。はい。この家の壁がなんと、ディーディーも貫通するんですね。どういうこと？ディーディーどころじゃなくて、なんか、出来横と減るすかもしれない。あ、それは狙い通りなんですよ。ディーディー入ったの確認してから後ろ打ったら、ディーディーも知ってましたね。おお、ベノムさんがカエル君に入れるってこと？あ、仲間を殺したのか、カエル君。そしてキラーバッジを買ったのは、ベノムお前か？ちょこっと。いや。ベノムさん切ろうかと思った。いやマジか、ディーディー離れたの見てから撃ったんだけど。ガチでなんか振り向いたら半人死んでんの。そうだったんだ。あのディーディーめっちゃかわいそう。めっちゃかわいそうだったよ。ディーディーちなみに一緒になって吹き飛ばされた。ロケランでけー。ライフも困惑したもん。できないじゃん。振り向いたら半人死んでて近くには誰もいないみたいな。しずしということで、ジジイ。GG! GG!